はい、こんにちは、レトスノーマです。今回なんですけども、請負人の担保責任の制限、民法636条の内容です。まあ、担保責任っていうのは、契約不適合責任と考えていただいて大丈夫です。で、請負契約において注文者が、請負人に対して契約不適合責任を問う、責任追及することっていうのは、原則できるんですね。ただし、今からお伝えをする内容の場合は請負人に対して責任追及できないっていう話なんですよ。で、これ内容聞いていただければそれほど難しくない内容です。ただ条文読んだだけではちょっと内容分かりづらいなと思いましたので、今回動画にいたしました。で、そもそも請負契約も契約不適合責任のルールが適用されるっていうお話を今したんですけども、例えば建築請負の場合を考えましょう。注文者が私で、建設業者に対して建物を建ててくださいというふうに頼んで建築請負契約を締結しました。で、建設業者が建物を建てて引き渡しを受けたと。で、その場合、その建物の種類だったりとか品質、これが契約内容に適合しないといった場合、注文者は建設業者に対して履行の追加請求、ちゃんと品質契約通りにしてください、欠陥部分があるのであればそれを直してくださいっていうふうに請求することはできます。また報酬の減額請求だったり、損害賠償請求だったり、場合によっては契約解除、こういったこともできるっていう話なんですね。この部分については契約不適合責任の動画を見ていただければ詳しく解説しております。そこでは売買契約の話になってるんですけども、請負契約の場合も同じなので、そこで勉強していただければ大丈夫です。で、今回の話っていうのは、そういった責任追及ができない場合もあるんだよ、それってどういった場合なのっていうところのお話なんですね。それっていうのは、請負人が種類または品質に関して契約に適合しない目的物を引き渡した場合であったとしても、注文者の供した材料だったり、注文者の与えた指図によって契約不適合が生じた場合、この場合注文者は責任追及できませんよ、注文者は請負人に対して責任追及できませんよっていう話です。で、これはなぜかと言ったら、その契約不適合が生じた原因が注文者にあるからなんですね。例えば建築請負契約で注文者がこの木材を使って建物を建ててくださいっていうふうに注文者が材料を渡した、その結果欠陥住宅ができてしまった、つまりその木材っていうものが品質がすごく悪くて、それで建物を建てたとしても欠陥住宅になる、そういった場合です。そういった場合、注文者が提供した材料が原因で契約不適合が生じているわけですよね。欠陥住宅になっちゃったというわけなので、この場合は注文者が悪いから、注文者は請負人に対して履行の追加請求だったりとか、報酬の減額請求、損害賠償請求、契約解除、これはできませんよっていう話です。また注文者が与えた指図、注文者がこれをこうやってください、こんな手続き、こんな順序で建物を作ってくださいっていうふうに、注文者が請負人、建築業者に対して指図をした、指示をした、で、その指示に従って建物を建てたけれども欠陥住宅になった、こういった場合です。こういった場合も注文者が与えた指図が原因だから、こう注文者が悪いわけですよね。なので、そういった場合は注文者は請負人に対して責任追及できませんよっていう話です。で、この履行の追加請求とか、報酬の減額請求、損害賠償請求、契約解除、これら全部含めて、責任追及っていうふうに今回まとめてお話しさせていただいております。で、今言った内容が原則です。原則なんだけれども例外もあるんですね。その例外ってどういった場合かっていうと、請負人がこの注文者が提供した材料だったり、注文者が与えた指図、これが不適当だということを知りながら注文者に告げなかった、教えなかった、結果的に欠陥住宅ができちゃったといった場合です。契約不適合が生じた、そういった場合はこれは請負人にも責任あるよねということで、注文者は請負人に対して責任追及できますよ、こういったことができますよっていう話です。通常請負人の方が知識があるわけですよね。今の事例の建築請負契約であれば、請負人である建築業者、建設業者の方が知識あるわけだから、注文者が提供した材料がこれダメでしょ、また注文者が与えた差質、
いや、そんなことしたら欠陥住宅できますよと。まあ、そういった場合っていうのはちゃんと告げてあげてくださいねと。請負人は、まあ、その材料とか差出は不適当だというのが分かっているのであれば、それをちゃんと注文者に伝えてくださいね。そうしないと請負人の責任になりますよっていった話です。まあ、これも具体例考えていただければ当然かなといった内容なんで頭に入れやすいと思います。そして最後に、弊社レトスは現在短期集中実用カップ講座を開講しております。これまで勉強してきたけども実力がつかない、どうやって勉強したらいいのかがわからない、試験日までの計画が立てられない、わからない部分について質問がしたい、忙しくて時間がないけど今年絶対合格したい、もしそう思っているのであれば、短期集中実用カップ講座であれば今お話した5つの課題すべて解決することができます。無理なく、無駄なく、効率的に勉強していくのが短期集中実用カップ講座です。一緒に勉強して合格を目指しましょう。あなたの受講をお待ちしております。短期集中実用カップ講座はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますんで、ぜひご確認ください。あなたの受講をお待ちしております。